じゃねえか。あれ、さっき帰ったんじゃなかったのか。お、そっか。じゃあ一緒に河原行こうぜ。おう、これから河原で自主トレしようと思ってたところなんだ。ああ、綱だってたまには思いっきり体動かしといた方がいいぜ。よし、行こうぜ。よし、じゃあ始めっか。何言ってんだよ。普段運動してないツナの方が本当は体動かした方がいいんだぞ。いや、運動のしなさすぎは絶対に体に良くねえって。そうなのか。そんな話今まで聞いてねえぞ。本当か。おい、すげえよ、ツナ。いや、すげえよ。あんな動き運動部員だってなかなかできねえぜ。おお、そこまで動けるなら俺の自主トレメニューだってこなせるはずだぜ。安心したぜ、ツナ。これで心置きなく一緒にトレーニングできるな。何言ってんだよ。そんなに動けるならトレーニングしなきゃ逆にもったいねえぜ。よし、じゃあまずは上半身から鍛えようぜ。腕立て1000回だ。心配すんなって。あんだけ動けるんだ、ツナならできるって。998999000。よし、終了だ。やるじゃねえか、ツナ。本当に筋トレしてたんだな。よし、そこまでできるなら懸垂もやっとくか。おう、俺がいつもやってるメニューだぜ。あそこの橋の欄干にぶら下がってやるんだ。でも離さなきゃ平気だろ。ツナなら簡単だって。体の前面と背面のバランスを考えて。まあ、1000回でいいな。998999000。よし、終了だ。お、筋肉に効いてるな。何言ってんだよ。筋トレってのはその
その最後の1回のために回数をこなしてるんだぜ。そこでやめたらもったいねえって。ほらできたじゃねえか。これと同じメニューでいけそうだな。そっか、じゃあしょうがねえな。よし、上半身は終了だ。おう、だいぶへばってるみたいだな。下半身に行こうぜ。え？だってツナ、上半身だけじゃバランス悪いぞ。でもな。よう、元気か、ツナに山本。あ、こんちはっす。まだ野球の練習まで行ってないぞ。なんだ、面白そうだな。お安い御用だぜ。俺も混ぜろよ。まあ、飯野さんがそう言うならいいか。よし、じゃあ準備してくるから、ちょっと待っててくれ。ウィッス。ほら、ツナのグローブだ。待たせたな。じゃあノック始めるぞ。お、またあの面白いノックか。じゃあ始めるぞ。ツナ、そんな逃げ足じゃ撃たれちまうぞ。おい、ツナ、大丈夫か？もっと真面目に逃げないと危ねえぞ。そっちに飛んでったぞ。大丈夫か？じゃ、こっちにも頼むぜ、ディーノさん。お、行くぜ。